将来に関わってくるし、疲労骨折ももしかしたら今後繰り返してしまうかもしれないので。はい、皆さんこんにちは。アスリート個別栄養サポートの北みのりです。今日はね、90日以上生理来てない選手ですね、将来に関わってくるし、疲労骨折ももしかしたら今後繰り返してしまうかもしれないので、ちょっとね、今すぐ解決していきたいことなので動画にしてみました。今日はね、お話していきたいと思います。食事で解決していた選手いっぱいいます。ちょっと疲労骨折するかもしれないっていう不安を抱えたまま走ってほしくないですし、その状態にまだ行っていない選手はぜひぜひ今の段階で改善しておきたいので、ちょっとね、ぜひ聞いてみてもらえたらと思います。無月経ね、最近いろんなトップ選手が言うようになって注目され始めたかなと思うんですが、運動性無月経って激しい、まあ、スポーツをしていたりとかですね、低体重低体脂肪率っていう選手に、まあ、起きやすくなります。生理って、まあ、来なかったらラッキーって思う選手もいると思うんですよね。私もですね、無月経と言わなくても、まあ、生理来なくてラッキーって思ってたし、選手の時合宿とかでもう、なんで合宿の時に生理来るんだみたいな、めっちゃ辛いみたいな、もう嫌だみたいな、もう来なかったらいいのにみたいな、もうそれぐらいに思ってたし、ラッキーとかすごい思ってました。今はね、比較的理解力のある監督コーチさんたちも増えてきて、なんかそこに対するね、ケアもこう充実してきたかなと思うんですが、まあ、まだまだね、女子アスリート自身がね、気をつけないといけないことかなとも思っています。激しく減量するようなね、競技では無月経になることあります。無月経がずっと続いていくと閉経っていう状態なと、まあ、同じなので、全くホルモンがこう出ていない状態で妊娠したいってなった時に言っても、ホルモン出てませんみたいな言われて、子供産めなくなるリスクもやっぱり高まっちゃうんですね。不妊治療しないといけなくなるとかね、ジュニア選手特に注意をしてほしいんですが、競技頑張りたい気持ちもわかるし、私もこの時が一番だぐらいに思ってずっとやっぱり競技をしていたので、まあ、その気持ちをすごいわかる。ちょっとだけね、将来を考えながら、こう自分の体もちょっと大切にしてみるっていうきっかけになれば、すごく私は嬉しいなと思っています。選手をやっている時って、競技の時にすっごい夢中なので、やっぱり体のことって二の次になってしまいがちなんですよ。練習のことが目の前、もう本当にいっぱいいっぱいなので、もう二の次になってしまいがちなんですが、やっぱり競技力を高める、パフォーマンスを高める上でも、自分の体のケアって逆に一番大切なんですよね。でトップ選手とこう一緒にいればいるほどそれをすごく感じていて、トップ選手は自分のコンディションとか自分の体のケアとかを人一倍気にしてるし、食べるものに対してもですね、で睡眠やケアとかに関してもですね、ものすごくここはこうこだわりだったり、自分でこう整える力を持っているかなと思うんですね。やっぱり上手くなりたいっていう選手であればあるほど、自分のこうパフォーマンスも高める上で、月経っていうところにもこう向き合っていただけたらなと思います。今は産婦人科とかに行ってもらって、ピルとかを使って試合のこうコントロールをねすることもやってる選手も増えてるかなと思うので、ぜひそのあたりもね、うまく活用しながらパフォーマンスアップ目指していっていただけたらいいんじゃないかなと思います。10代から無月経を放置してしまうと、やっぱり骨粗鬆症の恐れが出てきてしまって、そうなると疲労骨折をやっぱり繰り返すようになってしまうんですね。もうそこの段階に行ってる選手は本当に苦しい思いをしているし、その不安を抱えながら練習を続けるっていうことにやっぱりなってしまうので、まだその段階に行っていないっていう選手が、もう動画をちょっとでも見てくれていたら、今ね、ぜひぜひ振り返ってみていただけたらと思います。体脂肪率も低くなりすぎると、もう無月経の人は半分ぐらいとかになってきます。低すぎることもいいことではないので、ダイエットとかもそうですが、気をつけていただけたらいいんじゃないかなと思います。10代から20代にかけて骨密度って一番上がる時期なんですね。この時期に栄養素が ガクンと不足してしまうと、まあ、将来にわたってこう疲労骨折とかで悩むことになってしまいます。なので、今のうちにね、足りない栄養素はしっかり補充してほしいです。シーズンによってどんどん足りない栄養素って変わってきます。例えば検査をして見極めて、そこを足していくっていうのは非常に重要になってきます。で、選手によっても足りない栄養素全然違ってきます。ビタミン D が足りなかったとか、カルシウムが足りなかった選手もいれば、ビタミン C が足りなかったみたいな、人によって全然足りない栄養素が違ってくるので、そこをこう足してあげるっていうのはすごく重要かなと思います。不安な人、そして見てみたいっていう人は、ぜひぜひ相談してみていただけたらいいんじゃないかなと思います。無月経をね、克服した選手もやっぱりサポートしている中でもいるんですが、食事を活用してね、激痩せましたみたいな選手もいるんですが、もうその選手たちが、まあ、口を揃えて言うのが、こんなに体って軽かったんですね、逆にどんだけ辛い状態でしてたの、それくらいめちゃめちゃ体を酷使して頑張ってる状態の選手が多いですね。
無月経とまで言わなくても月経がこう通常通り来ていないっていうことは結構体を酷使しているパターンがあるので、その分何かこう補うこと、体の中から栄養を補うことによって良くなることもたくさんあります。まずはそういう風になっていないけどっていう方ももっと体の調子よくパフォーマンスができるっていうことなので、振り返ってみていただけたらなと思います。アスリート個別栄養サポートではそういったミネラル検査だったり血液検査だったり腸内検査だったり、そのあたりを活用して足りない栄養素を特定してどんどん改善していくっていうことを行っています。気になる方は概要欄に LINE の追加方法があるので、ぜひぜひそちらに行って DM 等を送っていただけたらと思います。ぜひみんなでね、一緒に頑張っていきましょう。管理栄養士たちがサポートをいたします。はい、頑張っていきましょう。この動画がいいなと思った方はいいねボタンとチャンネル登録ぜひお願いします。まだされていない方、ではまた次の動画でお会いしましょう。アスリート個別栄養サポート北見ねるでした。